あ、今度の武器ケースはまた浮いてるとこだ。これヘリの方がいいぞ。というかまあ孤島なんでしょう、きっとこれ。あ、ヘリあるわ、ここにも。あ、ある。だったら OK。 孤島なんだけど、なんでこういう時に限って雨降りなの？敵いるかな。孤島だね。人工島かこれ。反乱軍いるけど。ああ、なに？全然いいじゃん。あれ、壊れた。普通に墜落してったけど。ちょっと、あの重いヘリはダメだ、俺。動かしづらい。あれ？武器どこだ？あれ？この島じゃないんじゃない？俺、この島指定してきたんだけど。あれ？消えてる。ない。まあ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 、多分この島にはないんでしょう。だからちょっと進行方向的に近いストーリーミッションやってっか。カルジータのリゾートで女との不倫を楽しんでいる大物政治家がいる。そいつに本当接近にしない。て不倫現場を撮影してちょうだい。ソーシャルメディアに投稿すればはあ、本人にもカルテ乗ルれにもね。恥をかかせられる。乗れた。OK、あれだ。敵に気づかれずに政治家がいる部屋を特定する。気づかれずに。ドローン回すだけじゃん。そうだね。あ、ヘリが降りれそうなとこがここしかない。さて、カントタの大邸宅。邪魔はなし。まあ、特定しちゃえばいいんだから。偵察で。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。スナイパーを発見した。あのちょっと上のスナイパーは嫌だな。倒したい。めっちゃちょっと倒してくるわ。いかがわしいことやってる。はい、こんにちは。静かにな。バレたら覗き舞台解散。え、何何？見たい見たい。だって政治家面白い。ちょっ初見とこっでち来てみ。はい、こんばんは。見たい。政治家、大物政治家。これ入りたい。こっち。政治家ド M だな。ド M？ まさか、まさか。SM プレイでもしてるの？どれどれどれ。この中にいるんだね。聞こえない？話し声。ん？しないな。あ、ドローンで録画すんのね。どれどれ。めっちゃ話し声するけど。これどっから入って。あ、あった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 。どれどれ。お なんかキャラクターの位置がずれておかしなことに。はい、盗撮しちゃった。これさ、こっからグレネード投げたらどうなるんだろう。吹っ飛ばすの？まず窓開いてるわ。生きてる。ド M 男がスキャンダルだわ。特ダネだわ。声すごい響いてんだけど、こっちまで。何せよ取れたぞ。これでカルジータのカルテル人生も終わりだな。もう一回見たいな。録画開始、音量よし。しっかり奴の顔を映さないとな。さて。
キルポイント。スキルポイント。食べ物。じゃあスキャンダル取って次は、これはこれだね。助手。顔はカルジータだけど、リゾートを経営するのはその助手よ。やつを始末すればカルジータは動かざるを得ない。さっきのヘリ。うん。あ、怖い。パラシュートチャレンジ。お。行けたのか。めっちゃ綺麗に行ったぞこれ。オッケー、早く夜明けないかな。やったぜ。あ、ダメだ。こっちもね、気づかれずに助手を見つける。また助手もいかがわしいことやってるんでしょ、どうせ。またか。はい、ここも邸宅だ、でっかい。ああ。盗聴器。盗聴器。中入んなきゃいけない。ないわ。うん。あなたの荷物に盗聴器が入っているはずよ。VIP たちのいるエリアに仕掛けて、助手の居場所がわかるかも。役立つ話があったら連絡するわ。盗聴器を見つけられないようにね。見つけられたくないなら、盗聴器を仕掛けたらさっさとここを離れる。バレないように全員倒しておけばいいんじゃない？うん、あ、ナイス。やっちゃおう。1個仕掛けた。オッケー。ザルだ。これでもバレる人もいない。一人しかいない。オッケー。こっちも仕掛け。もう一個。スキルポイント。もう仕掛けて。めっちゃ楽だな。盗聴器を仕掛けた。助手の居場所を突き止められるくらいの情報を拾ってくれるだろう。気づかれず。誰も気づかねえ。気づく人がいないもん。ちょっと離れる。まずとりあえずエリアを離れよう。カルジータの助手。目の前じゃん。目の前だ。彼の居場所について盗聴できたわ。今その場所を送る。盗聴だって。こいつに時間をかけないで。了解。ノマドアウト。助手を見つけっぞ。ちょっとパラシュートやりたいな。パラシュート。パラシュート。高度上げて。OK。ゴーシュート。よし。はっ。また爆発起きてるし。あ、危ない。見つかる。セーフ。さてまずは。よいしょ。オッケー。いい場所に降りた。助手を見つけるだから自分で見つけないと。いた。ああもう。もう見つけたんじゃねえか。しかも敵いない。はい。排除か。せっかくだから確保しよう。確保できない場合もあるけどね。まあそうなの。窓越しに撃てば楽なんだけどね。おっとっとっと。撃たないでくれ。これ中に入れるのかな、これどっか。あ、入れる。確保。排除ってなってんだよな、申し訳ない。助手を仕留めた。繰り返す。助手を仕留めた。カルジータ本人が出てくるのも時間の問題だな。メキシコのお坊ちゃんまだ出てこない。じゃあお次は あったね。パーツケース回収。あ、なるほど。全部しちゃうか、先にパーツケース回収。
うん、ヘリがあった。え、まだ3つある。こっちの方が近くね、こっちの方が。 B、 あれ B 俺すでに取得してるけどな。マジかよ、取り忘れてた。拡張、うん、じゃあもうヘリどっか最寄りに止めとくから。あ、パッと取ってきて。いや、 A 行ってきて、俺パラシュートするわ。OK。 すぐ次のカジノ、カジノじゃん、ストーリー面白そうだね。42個破壊する。で、ここ破壊物42個。ここカルテルの基地だけど大規模だわ。なるほど、めんどくさそう。よし、さてと、電波障害最低。父ユニだったのヘリっていう。と思ったらこれ目の前がジャマー装置だ。電源装置もあるな。壊しちゃおう。うん。オフ。めんどくさいとこにワープしちゃったな。で、電源装置もオフ。警戒されるから一旦引く。うん。ライトパネルがある。で、範囲偵察。反乱軍にエリアの偵察を要請した。屋上にスナイパー。いるね。勢揃いだわ。こっちにライトパネルが数枚ある。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。こっちもなかなかやばい。見える敵をどんどん、これどこだ、真下か。これやった、サブマシンガンを持ったやつを見つけた。おっと、やべえ、こいついたの。迫撃飛んでくっぞ。あぶねえ。参戦は可能でしょうか。あ、参戦は無理です。武器回収しちゃいたいな。ちょっとここカルテルがすごい多い。うん、いて、出て逃げる。傭兵、傭兵呼ぼう。間違った、ヘリじゃねえ。やばい、死にそう。大丈夫？あー、死んだ。ドローン、よっしゃ、ドローンが来た。生き返る。くそ、どうなってんだ。迫撃砲がガバガバなんだけど。あと2人。よし、オッケー、来ますよ。おお、レベル30になった。スキルポイントある、ね、あ、したらスナイル。やった、キル確定。よっと、
うん、500。あ、ここにもミニガンヘリがある。多分あのミサイル付きのヘリはユニタット軍基地じゃないとないんだろうな。あ、そういう。あれ本当強いもん。使いたいわ。だってスキルポイントがまだ回収できてなかった。一番上だ。5ポイント、美味しい。うん。で、先に武器回収、ここラスト行っちゃうか。うん。乗ってる。オッケー。乗ってないよね。ミニガンに突っ込む。おお、危ない。ガンナー正規。ランクに当たった。何も見えなかったのに。え、待って待って待って、なんかに見つけられてる。真下にカルテルいるんだわ。お？どう？あ、近い。もうちょっと高度上げてるものかと思ったんだけど。いや、ちょっと下に逃げてたんだ。即復活だけだ。あれ、ね、これ自殺しただけじゃない。めっちゃ遠い。どっか船かなんかあった。近くに。あれ、船あった。あ、しょぼい。ボートしょぼい。よいしょっと。これ乗れ。俺が運転する。ヘリあるぞ。お、いや、ボートの方が早いから。お。でもかんでもヘリばっかりね。いや、もうヘリ中だから。ああ、いい景色。ああ、ヘリの方が良かったかも。登れるところあるかな、これ。ふん。よいしょっと。綺麗ですね。OK。なんか爆発音が聞こえたんだけど。バオーン。いや、いいとこに俺いるから。使い捨てヘリじゃないんだから。よし。なんか追跡されてる。見つかった。映らない。どうした？あ、ここからの銃声は響かないんだ、向こうに。セーフセーフ。あれ？いや、響いてるな。ドローン準備完了。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。こっちに敵が向かってきてる。楽だな、カルテル。本当のバレても楽だな。待て、武器ケースがあるぞ。よし、これでここは全部抜けれない。いいな、こいつは使えそうだ。ゲット。なんか装備つくかな。ドーリー、カジノをカジノここにすると、カジノボコボコ、うん、これね。カルジータのリゾートはカルテルの言う楽園なんかじゃないってことを知らしめたい。カジノを襲撃して反乱軍に乗り物を頼む。めちゃくちゃにしてゲストを壊れるので次のフライトでボリビアから出て行ってもらって。あれ、どこ行ったの。んデルタに
あ、デルタに行ったの。待ってよ、ヘリの方が早いんじゃないかこれ。うん、カジノをボッコボコにして金も持ち去るというあれではないんだ。ペイデイ、ペイデイ。あ、着いた。あ、そうだ、ここザマあるんだった。ザマ、いや、この回避能力を。あ、ミサイル射程距離外だった。セーフ。いや、来てる。回避して。どう。これ今パラシュート開いたら届かないなこれ。待てよ、あっちにヘリがあった。あのヘリいたとこ。は？え？もしかして死んだ？水中に降りたら戦死した。ああ、まあ高いところからね、水中に降りたらコンクリート並みの硬さがあるっていうからね。はあ、関係ないと思うけど。第二のヘリ。くそ、どこだよここ。あ、すぐそこだ。やった。あれ、カジノなのこれ。みたいだね。カジノなのか。敵いんのかな。いるよな、カジノなら。めっちゃいてる。なんかちょっとおしゃれなさ、デパートみたいな。よし、カジノボコボコタイム。ボコボコ。まずは偵察。なんか警戒してるけど、なぜ？謎。あの、全員お前の方に向かっていってるけど。謎。チキシオ。巻き添え。なるちゃん、先に建物入っちゃおう。よし。オーリア。俺はもう火事の入り口から交戦するぜ。オッケー、あと一人、あと一人。これどこだこれ。上。スナイパー、いたよーし、ボコボコだ。 M でもまだいるやんけ。え、まあいいや。はい、爆破準備完了。スロットマシン、スロットマシン。おお、え、おい。おすげえ、ジャラジャラだ。これ早いとこボコボコにしないと。あ、終わった。建物はめちゃくちゃ。あ、もう終わり。これで文句はないだろ。これでカルジータも無視できないだろう。遊んでいくか。テーブルはボロボロだがな。ノマド、ISA が傍受した通話によると、カルジータはアグアビルデに戻ってきたそうよ。今週は毎日パーティーを開くって、何も問題ないと思わせたいのね。場所は？彼の家。欲しいってゲストリストを奪ってやるのはどう？同じことを考えていた。ノマドアウト。どこだ。ほう、全然。あ、これ答えてないんだね。ちょっと待って。ん？ここ？あなたたちがアグアベルデで暴れてくれたおかげで、カルジータが賭けに出た。チャーリー。派手なパーティーを主催して重要なゲストを安心させようとしてるみたい。パーティーを台無しにしてカルジータを捕らえて。彼はもう終わりよ。